米空母に収容される南ベトナム市民、フリークエントウィンド作戦とは、ベトナム戦争末期の1975年4月、陥落寸前の南ベトナムの首都サイゴンからの航空機により行われた脱出作戦を指す。この作戦名称は、当初の作戦暗号名タロン・バイスが露見したため、差し替えられたものである。海中へ突き落とされる。 UH-1 ヘリコプターサイゴン陥落直前の1975年4月29日から30日のおよそ24時間の間に在留アメリカ市民1373名、南ベトナム市民及びその他の国籍者5595名がアメリカ軍及びエアアメリカのヘリコプターにより南シナ海のアメリカ海軍艦船に脱出した。南ベトナムの地上において 脱出を守った戦闘部隊は第9海兵旅団であり、この旅団には第4海兵連隊、第2大隊と第9海兵連隊、第2大隊が属していた。脱出にあたってアメリカ海軍の航空母艦が艦上にあまりに多数の南ベトナムのヘリを収容したため、新たな機体を着艦させる余地を空けるため、多数のヘリを南シナ海に投棄せざるを得なかった。 ヘリコプターが避難民と乗員を米艦に降ろした後、パイロットが海面上空でヘリコプターから脱出し、米艦のボートによって収容されることもあった。これらの事態により、アメリカ軍は赤十字国際委員会などを通じ、北ベトナム軍のサイゴン市内への突入を遅らせるよう依頼することになり、北ベトナム軍はこれを了承したが、 最終的に4月30日の午前中に作戦を終了させることができた。アメリカ軍によるアメリカ市民を中心とした脱出作戦である本作戦以外にも南ベトナムからの脱出は様々な形で実施されたことに留意する必要がある。例えばサンパンによる会場を経由しての脱出、サイゴン国際空港からタイのウボンなどへの航空機による脱出などがある。また、 南ベトナム海軍艦艇は自国の国旗を形容していたがフィリピンにあるスービック海軍基地に向かう途中フィリピン政府が北ベトナムを国家承認し南ベトナムは国家消滅したので船舶の機構は一切認めない胸を通告したため南シナ海で南ベトナムの国旗を下ろしアメリカ国旗である星条旗を形容する事態となったありがとうございます